ちは、ダイレクトナイス社長の広島です。今回はザ・ブームの風になりたいのピアノ弾き語り方法を紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。この楽曲をピアノ弾き語りするときに気をつけたい点が2点。やはり難しいコード進行が1点と、リズムがこのサンバ系の雰囲気を出すっていうところ、そこら辺がですね非常に難しいと思いますので、一緒にやっていきましょう。では実際にピアノでやっていきましょう。まずはこの楽曲のキーが B キーになります。この B キーっていうのがやはり苦手な方には苦手だと思いますので、ちょっとそこは頑張ってついてきてください。最初が B、 そして D シャープ、そして F シャープマイナーサブスから E のメジャーサブス、そして C シャープマイナーサブスから E マイナーサブス、そして D シャープマイナーサブスから G シャープマイナーサブス、そして E のメジャーサブス、そして C シャープマイナーサブスから F シャープの C シャープマイナーというふうにセブンス系になりますので、この4和音を3音として弾くこと、まずそこからやっていきますね。最初の B コード、左手で B、 右手は B、 B シャープ、 F シャープ、これが大きな方を立てて、そして立ててのところで D シャープマイナーセブンス、左手で D シャープ、右手では A シャープ、そして C シャープ、 F シャープ、そしてあなたの手を引いて、といきなり5のところで5マイナーが出てくると非常に面白いですね。 F シャープマイナーセブンスになるので、左手で F シャープ、右手では C シャープ、 E、A、B、 そして次は E のメイジャーセブンス、左手で E、 右手は B、 そして D シャープ、 G シャープ、この4小節が大きな歩を立てて、あなたの手を引いてというところですね。そして次のあれ来る波にもという流れ、これは C シャープマイナー、左手で C シャープ、右手では B、E、そして G シャープ、そして E マイナーセブンス、左手が E、 右手が B、D、G と、ここも4メジャーのところと4マイナーのところがあるところ、サブドミナントマイナーを使っているところがポイントですね。そして D シャープマイナーセブンス、これは先ほどの流れ、そして G シャープマイナーセブンス、左手で G シャープ、右手では B、 そして D シャープ、 F シャープ、そしてまた E メイジャーセブンス、そして C シャープマイナーセブンス、そして次は F シャープ分の C シャープマイナーなので、右手はこの形をキープして左手を F シャープに変えて B に行くと、これがですね最初のサビのコード進行になります。もう一度弾いてみますね。 B、 そして D シャープマイナーセブンス、そして F シャープマイナーセブンスから E メジャーセブンス、そして C シャープマイナーから E マイナーセブンス、そして D シャープマイナーセブンスから G シャープマイナーセブンス、そして E メジャーセブンスから C シャープマイナーセブンス、F シャープC シャープマイナーセブンスから B、 この流れで大きな歩を立てて、あなたの手を引いて、あれ来る波に揉まれ、今すぐ風になりたいという流れ、そしてこのまま同じ進行で天国じゃなくてもとやっていくんですが、ここからやはりリズムが欲しいんですね。今は一発目の時は白玉ジャーンジャーンでいいと思うんですが、ここからビートを出す時に、ギターのジャーンチャンツチャッチャンチャッ、ちょっとですねギターで言うと、チャッチャッチャッ、
うダウンビートではなくてアップ、ここのアップのところにアクセントがしっかり置いた感じ、これをやっていくときに、ゴーストノートといってほとんど触るか触ってないかわからないぐらい音の長さを短く、というように、タッ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 というユークレアとは、そしてこのように一小節に2拍で変わっていくときには16の裏で変わります。このようなビートになってあげると最高です。歌とピアノと合わせていくときに難しいリズムになっていきます。で、こういう時はですねメトロノームを、合わせて練習していくといいと思います。そしてメトロノームで1、2、3、4全部出すというよりは、2拍目、4拍目だけを、というふうな感じで練習してあげるとビートは出てくると思います。では A メロの何一ついいことなかったこの街にという流れをやっていきましょう。ここはですね一見するとコード進行が複雑すぎてどういう進行かわからないっていう方多いんですが、実はキーが転調しながら251の繰り返しをしています。最初はですね F シャープ F シャープ、これが1とみなした251なので G シャープマイナーセブンス、 C シャープセブンス、 F シャープのメジャーセブンスという流れから入ります。まずは G シャープマイナーセブンスの左手で G シャープ、右手で B、そして D シャープ、F シャープ、そして C シャープセブンス、左手が C シャープ、右手は B、そして F、そして G シャープ、そして1の F シャープメジャーセブンス、左手が F シャープ、右手が A シャープ、そして C シャープ、F。この流れで何一ついいことというところ、そして次のなかったこの街にというところ、これはキーが A キーに変わります。 A の251なので B マイナーセブンス、そして E セブンス、 A メジャーセブンスという流れ。 B マイナーセブンスは左手が B、 右手が Dシャープ A、 そして E セブンス、左手が E、 右手では D、 そして G シャープ B、 そして A メジャーセブンス、左手が A、 右手では C シャープ E、 そして G シャープ、そして次は B キーの251、左手が C シャープ、右手は B、E、G シャープ、そして F シャープセブンス、左手が F シャープ、右手は A シャープ、 C シャープ、 E、 そして B メジャーセブンス、左手が B、 右手は A シャープ、 D シャープ、そして
して F シャープ、そして C シャープマイナーセブンスと最後は F シャープ分の C シャープマイナーセブンス。右ではこの形のまま、左では F シャープ。この流れで何一ついいことなかったこの街に、沈みゆく太陽を追い越してみたいという流れ。そしてまたサビに行く流れ、サビの進行で生まれてきたことを幸せに感じる、かっこよくなっていい、あなたと風になりたいというような感じでやってあげると、この風になりたいが楽しめると思います。やはりですね、このリズムパターンですね、このピアノだけでも大変ですから、これにやはり歌を乗せていくっていう時にはやはりしっかりとした練習、後ろ側には、16分のタクトク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 、そのビートが入り、メトロノームで1 2 3 4 1 2 3 4、全体のリズムを感じながらピアノ弾き語りができるようになっていくと、風になりたいが楽しく演奏できると思います。ぜひ挑戦してみてください。それでは失礼します。